バンソードさん対サニアさん、あノーアシストで、え、はい、さあボケさん、さヒナは地上戦がとっても強くて攻めに特化した、まあ、バイソンみたいなキャラなんですが、耐久が弱くて切り返しも若干難があるんでちょっと難しいキャラなんですけど、カリアさん結構使えているんでこれはどうなるかわからない。おっと、ユギさんから発生してユキセルスからコンボ、あっと見せてしまうが、最後はスラが刺さって一歩目取ってくる。で次弾届かなかったのは多分最速になってなかった可能性があります。イクスボゲス、これガードさせても有利の中段です。あれやばい強いです。リップから投げて、リップからしっかりコンボ決めていく。ガミハジ砕いく、距離ダメで、おっとブロッタがジャシジャシリップかぶせて、さあ割れそうだ、しっかり確認している、できる。そしてバーンソードさん取り返していく。でクンペ深い、まあ、でもこの技しかないんで、これから出しから、さあっとあれフォロー効くんで、できれば見てからブローしたいです。加瀬はガードしたら石から、しかしミスってしまう、あれちょっと難しいですよね、空中ヒットがあると。さあしっかり決めて、おっ EX ですめくっている。さあ CA どうする、あ最後は削って勝ったのはサニアさんのイナ。弱者はいらない、我々はシビルサバンすなわち鉱木だ。遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続きます。ヒナ対チャダ、俺に任せてもらおうか。あリミテッドケアスケ、アリミデッド、お、どっち何に悩んでんだろうさあ、ひなちゃだ、この組み合わせ的にはどうなんだろうな。ひな側としてはレイズキックとジャンディの対処がかなりめんどくさいんで対策がいるんだけど、リッサンは知っているのか。さあ、メガです、あとチャダは見た目通り重量キャ、重量級キャラです。崩しがとっても強いです。駒投げだけでなくガークラの連携も強いんで崩しに特化した重量級キャラです。おっと中段見えない、なんでおまけはガードしてこれは勝手です。おまけ、おっと EX レーズは潰されている、投げてどうなる、おっと、あ最後は駒大工を目取っていくのはチャダ。レスキックジャンディと対決して投げて、コバコバブロコバしっかりしているか、スクージを、あ、うちはこれは結構ダメージがちている。ゲージャムでEX で次を打つ準備ができた。共有際ガードされるとメガネス確定なんであまりやりたくない。おっしっかり防御コンボやっている。ギガです、これどうなる、生きている、巨大級から、あっとまたグジーと、これは痛いが、おっ使った、どうなる、あっコバコバからと勝ったの
らポラッサさんのチャそうじゃない、そうじゃない、そうじゃないのよね。どこ行ったらいいんだ。だってここの前にブロッキングするだけいいんだろう。そうじゃないのよ。はい、オルルさん対橋本さん、戦いはまだまだ続きます。これハンデないですよね。オルルさんの交代、橋本さんの指導。コウはスタンダードキャラなんですが、クロウと違うのは若干守りが強い部分。クロウは結構地味なキャラなんですが、コウはさらに地味なキャラです。老害力あと悪いキャラだから昇竜しっかりコンボしている。リズキさん、おっと、もらって投げて、リープからリープして固めて固めて、立ちにあまり潰し、準備から投げて、あ、大吉コバから当て投げ、あ、コバか。最後は中段を差し込んでって一本に取って、これはオルルさんの子。オルルはしも、オルルはしも、どういうこと。準備からジャミーから、おっと投げを外している。オルさん結構ローアイルがある。投げて投げて投げはうまい。ローガイ臭い投げ、投げリビがしっかり、これは確認したのか。どうする、サードをして様子見している。どうするか、ジャンディーからコアコア刻んで新コエさんブロっている、対策できている。さあ2位からどうする、あと一発で削れて死んでしまうが、どうするか、あーっと EX 進行で飛び越えてくる。そして橋本さんが取り返していく。ただし投げて空内空、あっと勝利は上がらせてしまう。しかしコンボできない、おお、ブロっている。このゲーム慣れてきてるのか橋本さん。投げて投げて、おっと上が見えている。投げてジャンディから当て投げ、うおっと、あーって上が見て、老害力あるオルさんが勝っていく。ブロがあるゲームでは昇竜がただのはかなり強い。そう、なんか上が出る人は、上が出る、うん、上が出る人はそう、そう見える人、オルさんは見える人、強いから強い。そう、だから老害力ある人はこう遅いです。次はサニアさんの日なんだ。あれ勝利、強勝利なんだ、3段3回戻らない。そう、あ、貯金あるんですか。え、はい、え、ローチはあります。あ、そうなんですか。じゃあすぐ上級になるのかな。さあベースキック立ちからスクーチャーブローしている。ゆうきさんから交番でジャンディー潰してる。あれ判定強いですよね。あの剣判定弱いんです。剣なのに、あ、神経通ってる。むしろチャダロックス神経通ってないんで。おっとしっかりコモ切れてコバコバ
コバコバしっかり暴れて1本を取ってからポロッサさんのチャラ。現地状況的にはほぼマックス、お互いマックスなんで五分状況なんでいいかな。メガネ刺すかってしまう。なんでいい、遊戯団差し込んでじゃあ2から投げていく。スクジを重ねて、おーっとしっかり吸っている。投げ回り把握している。これが老害力か。貯金がゆきさん、あそうか、グリフォン使いだった。最後はレイズキック差し込んで勝ったのコロッサスさんのチャラ。さすがグリフォン使い。まだ利子がいっぱいあるからもう一切止めて。幸せな青い鳥屋は遊んでいただきありがとうございました。あ、戦いはまだまだ続きます。やっぱりいや、まだ分かんないし。でもあのマークは、いや、でもストーリーでは言われてないし。いや、うん、あ、うん、そう。さあ、コタローは出てくる。コタローはいろいろ動けるキャラで、なおかつセットプレイが強いキャラなんですが、火力が低いんで難しいキャラなんですよね。さあ、使えてどこまで使えるのか。そしてオルさん、どこまで老害力を見せるか。おっと、2D ナックマ投げ、次来てセットプレー、ジャンシーから投げられている。クーダイク石レグ、ハイジャンプカウンターが乗ってるから痛い。おっと、タチリトタロは単発火力も低いんで、殴り合ってしまうと負けてしまうんだが、あっと、バラゲセットプレー、ジャンビー勝利で暴れている。リリからしっかりコンボ決めて奥攻め、西ハイジャンプカウンター、勝利上は見えている。勝利フォローして、でもあれ実は確定です。しばし確認ます。あと最後ダイヤシー一歩目取っていくのはオルルさん。根性値ある。出しからコバ、コバ投げ、しかしコンボを見せてしまう。お前ウィリッパじゃねえか。コタローもさっきから飛んでんだよな。だけでおっと、しっかり、これは補正が高いコンボ。波動でもこれダメージがコバしかないんで、あんまり食らっても関係ないです。そして取り返していく。ゲージ欲求的にはほぼ五分か。いいかな、当て投げ、さあセットプレー、じゃあ身は投げられている。投げで画面は入れ替わってしまう。これは中核です。勝利大志、投げでリープからガードしている。おっと、しかしミスってしまったか。おっと、チラシからしっかりコンボ決めて起きてね。だしおっと、中断そして勝ったのはしずくさんだよ。あ、しずくさんの子だろう。
はい、決勝戦。私のお約束、2人の終幕はこれからでしたよ。よし、今のはうまくいけた。さあ、チャーダーコタロウ、僕この組み合わせ見たことないです。戦いはまだまだ続きます。まあ、ちょっとコタロウを使ってる時にチャーダーとやった感じではちょっとめんどくさいなって感想ですね。やっぱ殴りまくってしまうんで、セットプレーで殺したいと。チャーダーはめんどくさくないから、シモトがうん、そう、ジャンビー進行が落としにくいから、チャダは。むしろ地上では落とせないから、チャダ。さあ、くない。え？あ？ジャンビーから？当て投げ。ワン、ツー、セットプレー。じゃあ足をブロっている。飛んで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 、つない。つない。おい、EXS、 これはダメージ高いんで痛い。空対空、空対空で判定出しちゃうとチャダは判定が強いんで勝つことが多いです。おっと、し1回だけでパスクージを重ねて1本目取っていくのはコロッサさんのチャラ。つない。ステーズキックは使ったが、おっと、前下投げ。スクージを重ねてタッチリー。おっと、暴れて、なんでいい？当て投げは暴れている。さすがに何度も通さないって感じか。大足から、あ、大足から、中足から、しっかりコンボ決められなかった。 EX なんだっけ、溺れ漬けだっけ。あっと、中足から、まだ死なないかな。あい、死んだ。そしてしずくさんが取り返していく。しかしゲージ受け的にはチャダがかなり有利。おっと、あ、ブロカウンターのコンボはできない。あれ、しっかりコンボ決めると5割くらい飛ぶんで、チャダ使いはできるだけやりたいです。だけで、おっと、愛知つなぎ、あっと、これ判定のおばけ、これ判定のおばけ。おっと、飛んで飛んで、壁を作って近寄らせない。じゃあ、じゃあ、ディー、さあ、これもなら来いといったところか。最後はベルデュータイク、そして勝ったらコロッサさんのチャラで、優勝はコロッサさんのチャーダに決まりました。おめでとうございます。もう行っていいのよ。はい、優勝者コメントお願いします。いや、老長知ってますか、あの、やた、僕やたから全然、今日初めてやったんですけど、あそこにある、あ、今月下だ。ガロー MOW というゲームやると老長すげえ溜まるんですよ。金利めちゃくちゃいいんで。ブロッキング関係、ジャスト関係の金利がすごい溜まるんで、ぜひね。金利、年率 30% ぐらいはダメですけど。すごいです、もう、ま